ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がマクラーレン 570S 2019年式 14,800km こちらの車両になります。はい、池田君だいぶ久しぶりになっちゃいましたね。はい、ちょっとバタバタで久しぶりの車両紹介でお届けいたします。で今回ご紹介するのが 570S ってことなんですけど、はい、過去にもご紹介させていただいてるんで、まあ、オプションチェックとコンディションチェックと、はい、あとはまあやっぱり走りの車ですから、そうなんです、走り試乗メインでお届けしたいと思います。ただいろいろの試乗のレビューネットのものを調べたんですけど、本領発揮はやっぱり街乗りでなくあのやっぱりサーキットだったりだとか、うん、その辺になってくると思いますし、さすがにそこまでは無理なんで、まあ、何となく雰囲気とニュアンスがお伝えできればいいかなと思います。でまず外装から見ていきたいんですけど、はいはい、でまず570の車の立ち位置なんですけれども、うん、これ有名な話でマクラーレンに3つシリーズがあって、スポーツ、スーパー、アルティメイト、はい、ということで一番エントリーのこのスポーツシリーズに該当するのがこの 570S ってことで、もうそもそものスタート地点が高すぎるんで、あのスポーツって言っても若干無理がある気がしますけども、その中でもやっぱりその日常の使いやすさと運転のしやすさ、この見た目でを兼ね備えた、はい、まあ、ライバル的にはポルシェの GT3、うん、あの辺がライバルになってくる、まあ、ギリギリ日常使いができるスポーツカーっていう、はい、一応グレードになるんですよ、この見た目で。ただ今だとスポーツ のシリーズがなくなってて、うん、GT シリーズになるということ で、まあ、スポーツシリーズ乗りたいとなると、まあ、市場流通しているものを選んでいただく形になるのかなと。そしてですね、今回この特徴的なボディカラー、はい、これが MSO マクラーレンスペシャルオペレーションでしたっけ、そうですのスペシャルカラーということで、はい、これなかなか写真とかだと伝わりにくいと思うんですけど、うん、めちゃくちゃメタリック入ってますね。そうなんですよ、メタリック結構綺麗に入っててかなり鮮やかな色ですね。なんか他のポルシェの緑色とかとまた違いますよね。うん、違います。やっぱりイギリス車特有のこのメタリック強めのボディカラー、はい、これがマンティスグリーン。マンティスグリーン、これマンティス、英語僕喋れないんで何のことかなと思ったらこれカマキリなんです。カマキリです、はい、カマキリグリーンなんです、はい、というわけでこんな感じのスペシャルなボディカラーで、これが650からスタートした色みたいですね、はい、というわけでめちゃくちゃ目立つ、うん、まあ、このシルエットなんで、まあ、さらに目立っていいかなと。そうそうな、色物の方がいいと思うんですよね。そしてですね、皆さん気になるところのボディサイズ、はい、まあ、これもめちゃくちゃ新しい車じゃないんで、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、一応、復習として全長の方が4530、全幅の方が1920、はい、全高の方が1200ということで、はい、これフェラーリの F8 と比べると若干ちっちゃい、うん、もう本当に気持ちちっちゃいボディサイズになってくると。シュリンクラップドデザインって言って、こう外装パネルが包み込むようなデザインになってくると。で、あとはもう外装、もうこれ空力のお化けですから。そうですね、まあ、至る所が空力がデザインされてて、やっぱりかっこいいですよね、この名前ですね。やっぱりマクラーレンといえばもう F1 がまず頭に浮かぶ人も多いと思うので、そこで培った技術がしっかりこう市販車にもフィードバックされてるんだなっていうのがよくわかりますよ、ね、でライトに関してはそれこそ本当に詳しくないと、あのモデルごとの違いがわからないくらい似てるデザインというか、このティアドロップのこのデザインですけれども、やっぱり年数経っても全然色褪せないというか、そうですね、もう本当に今見てもかっこいい、こんな感じの外装になっていると。そして早速横に回ってきてもいいでしょうか。はい、そして今回はオプションのホイールが装着されているということで、はい、こちらのバイカラーのホイール、そうです、ダイヤモンドフィニッシュのテンスポークのライトウェイトホイールですね。でこれ横がめちゃくちゃメタリックの強いガンメタなんですよ、はい、で天面がダイヤモンドカットになってる。そうです。で当然単造ホイールですから軽くて剛性もあると、はい、でサイズの方が225/35/19インチということで、これタイヤは新車装着のタイヤですよね。そうですね、19年だったと思うので、はい、なんで4年経ってるんで、まあ、まだいけるとは思いますけど、まあ、交換していただいてもいいのかな、はい、あとは今回はパッケージが入っているということでリフターもついてると、はい、この辺欲しいですよね。リフターは欲しいですね、はい、で特に570リップがこう出てるデザインなんで、まあ、その辺あった方が便利かなと、はい、だと空力がめちゃくちゃ計算されてますね。この辺がこう、うん、エアーの抜かれてますよね、はい、流れるとこあったりとか、横もこのドアにつながる。そうなんです。だここまでのエアロ形状ってあんまりこうスーパーカーでもないんじゃないかな、はい、特にその横とかはマクラーレン結構特徴的ですよね。あのフェラーリなんか最新のモデルとか役付きのモデルなんかと結構大胆なこのエアロ形状になってたりしますけど、これが標準でこれですからね。そうですね、
こんな感じになってると。そしてあとは今回全部車ノーマルなんですよね。そうです、はい、なのでここからいじっていただいてもいいですし、うん、そのままノーマルで乗っていただいてもいいかなと。であとは大きなトピックとして足回りがこの先代の650から進化というか変更されてて、650ってもっとスパルタンな感じだったんで、一応足回りの方がプロアクティブシャーシコントロールって言って油圧でスタビの代わりをするような機構がついてると、うん、ただこのモデルに関してはその辺が省かれてて、はい、普通のスタビがついてるんですよね、うん、だからその辺の故障の心配もないし、うん、あとは普通スタビってこうロールを抑えるパーツなんで結構その辺でこうまあ、車のセッティングによってはバタバタしたりだとかちょっと硬さを感じるなんていうケースもあるらしいんですけど、なんか調べたらスタビめちゃくちゃ柔らかいらしいですよ。そうです、結構弱めのものにあえてしているというか、結局僕も調べたんですけどやっぱロールスピードをコントロールする方って結局ダンパーの役目じゃないですか。なんでそっちをやっぱ仕事させるためにスタビライザーの方はだいぶ弱めのものを使ってるっていう感じでしたね。なんでこの走りで培ったノウハウがあるんで、まあ、そのロール制御をスタビに頼ってないと、うん、この辺はプロドライバー池田くんがいますんで、ちょっとこの後市場で確認してみたいと思います。そしてあとは横もこんな感じでめちゃくちゃエアロ形状で、特に外装カーボンのパッケージとかは入ってないです、はい、ということでこんな感じのエクステリアになっている。あとはなんといってもディヘドラルドアじゃないかな、はい、であとはそのエアロ形状が後ろも全部つながってて、ここもエア入るんですもんね。そうなんです、はい、こんな感じになっていると。そしてリアも同じくこの単造ホイールがついていると。でリアの方がサイズが285、35、20ということで、うん、こんな感じになっております、はい、そして後ろに回ってくるとこのウィング、こちらがオプションと、はい、まあ、横に入ってますね。とんでも価格ですよねそうです、はい、こちらの MSO のカーボンウィング、はい、そんなについてる車多くないですよね。いや意外と、まあ、元々やっぱコンセプト的にこうそのさっき土屋さんも言ったように日常使いを結構コンセプトとしてメインに置いてたので、まあ、あんまりこう派手なこうウィングとかを持たないモデルとして出しているので、このオプションもあんま入ってる個体は見かけないですね。ただこれは絶対欲しいかなと、うん、まあ、意外とやっぱついてるの見ちゃうとこれがしっくりきちゃいますよね。そのコンセプトのちょっと GT 要素っていうところからすると、まあ、なくても成立するところなんですけど、やっぱりあると後ろが引き締まるというか、うん、そうですね、もう急にスーパーカー感がこう出るなという、うん、この辺がついてて、さらに当然これがオプションですからなくても成立するようにダウンフォースが稼げるようにちゃんとここがダクテールになってたりとか、はい、その辺の空力も考えられて、うん、さらにここもすもんね。そうです、中も抜かれてて、はい、一応エンジンの熱気を抜きつつここからも排出するようになってると、はい、そしてあとは今回オプションでスポーツエキゾーストもついてるということで、この音に関してはこの後聞いてみたいと、うん、あとこの出口がちょっとマット仕上げになってるのも、そうです、オプションで一応オプション、はい、ステルス仕上げのオプションですね。であとはなかなか外装をこう見た感じだと伝わらないと思うんですけど、下回りの整流もえぐいんですよねもうレーシングカーですよね。本当にだ本当にレーシングカー直系のそういった整流が下回りもしっかりされてる、こんなお車になっております。続いて内装を見てみたいと思います。内装がここの下にスイッチがあるんですよね、はい、これを押してもらうと、まあ、ロックが解除されるんでこんな感じで上がると、はいはい、そしてこれ横結構やっぱり幅取りますよね。そう、このドアはそうなんです、結構幅があって、まあ、アベンタとかの例えばシザーズドアとかに比べるとちょっと幅はあります。どのくらいでしょう、1メートルはいかないぐらいですかね、うん、60センチ、80センチぐらい、はい、やっぱりこの辺は使い勝手だったり駐車環境は少し選んでしまうのか。そうですね、横開きと違って加減ができないですからね、うん、もう全開に開けるしかないんでこんな感じ。あと高さも意外とあるんで、確かにその辺も意外と注意してないと、2メートルぐらいおそらくあるんじゃないかなと思いますね、うん、この辺は少し選ぶのかなと。そして内装がめっちゃおしゃれじゃないですか、はい、結構まあ上質というか、はい、結構スパルタンの印象ではないと思います。このスウェード調のこの反射しないレザーが多用されてて、メインのシートだったりエアコンの吹き出し、その辺がこの白いレザー、はい、ただこれも真っ白白じゃなくて少しこうクリーム色っぽい。そうですね、真っ白白の車たまに高級車とかであるんですけど、やっぱり色付き、うん、色落ちちょっと気になるじゃないですか、はい、この辺割と使いやすい感じになってるのかなと。であとは570特徴的なのがこのサイドシル、はい、これの低さなんですよね。そうです、これの前の世代になるともっとこのサイドシルが高い。そう、8センチぐらい高いんですよね。それが改良されて今下がってる形です。ほぼレーシングカーみたいな感じですけども、はい、それが8センチ下げられていることによってかなり乗り込みやすくなっていると、うん、こんな感じのインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います。だいぶ低いですね。低いです、はい、そして乗り込むと、ちなみに
このサイドシルが低くなってるんで、普通に考えたら剛性がダウンしてるはずなんですけど、なんかこの素材自体を肉厚にして剛性稼いでるんで、同等の剛性が得られるようになってるらしいです、はい、そして有名なところでいくと、このコックピット、うん、カーボンなんですよね。そうです、モノコックは全部カーボンです。というわけで、ここの今このバスタブになってるところは全部カーボンで、それの重量が単体でなんか80キロぐらいしかないと、バケモンですね。バケモンというわけで、こんな感じのコックピットになっております。そして運転席座るとシートは、ですね、びっくりするぐらいタイトじゃない、うん、全然ゆとりがあります、はい、そして調整自体は調整どこにしてるんですか。はい、マクラーレン分かりにくいんです。こっちでしたね、はい、失礼しました、はい、調整自体はここでほぼ手探りですね。そうなんですよ。これ多分覚えないと難しくて、一応メモリー機能ついてるんですけど、はい、ドイツ車とかとちょっと違う調整になるんで結構難しいです。前に手探りで調整する感じ、ね、はい、でフルパワーで、ちょっと待ってですね、これ後でインサートで入れましょういわゆるドイツ車とか国産車みたいなスイッチのフォーメーションじゃないじゃないんですよ、はい、押すタイプで、なおかつこれちょっと覚えないと配置がわからない、はい、そして一応背中のリクライニングだったりだとか、あとはランバーサポートもついてるのかな。あ、ついてますね、はい、背中の押し出しなんかも細かく調整できると。ただこの絞り上げたりとかっていうのはないんで、うん、どこまで行っても本当に GT カーの名にふさわしい、スポーツカーの名にふさわしい、もうタイトすぎないシートかなと、はい、そしてステアリングはこんな感じで全部スウェード調のステアリング、ちょっと細めですね。そうですね、はい、そして今回距離浅ということで全然使用感もまだ、はい、この毛潰れてないですもんね。そうですね、はい、そしてエアバッグも同様にこのスウェード調のエアバッグになっております。そしてここに7インチの液晶がついてて、いろんなインフォメーション、はい、ただ720みたいに畳んだりとかできないですよね。そうなんですよ、はい、こんな感じのメーターになっております。そしてあとはここですよね、マクラーレンめっちゃ多用しますよね、この辺そうですね、はい、この辺でリフターやったりだとか、その他操作なんかがこの辺入ってると、はい、こっちリフターマークがついてますね、はい、そしてあとはこんな感じで、これが確かアンドロイドベースじゃなかったかな、確かこんな感じですよね、はい、のナビ。ただここはお世辞にもめちゃくちゃ使い勝手いいかっていうとそんなことないので、はい、まあ、ないよりマシかなと。この個体しかも Bluetooth ついてないので、あー、はい、なるほど、そのあたりはあります。この辺はじゃあスマホをなんかこう、うん、スマートにつけられたりつながったりできるようにちょっと工夫していただいた方がいいかなと、はい、だと今回の車はバワーズ&ウィルキンズがついているということで、はい、このマイクみたいなセンタースピーカーと、はいはい、あとピラーとドア、はいはい、がスピーカーが買っております。そしてあとはですね、570S すごいこうスポーツカー GT カー要素が強くなってるんで、なんとグローブボックスがついてるということで、いやここはあるない結構重要だなっていう、ね、はいはい、でここだけじゃなくってドリンクホルダーもついてたりだとか、はいはい、であとはドアポケットの収納もついてると、はい、ただこれ今ちょっと開いてるんで開けられないですけど、こんな感じで、はい、この辺の収納なんかもしっかりついてると、うん、だ最低限の、そうですね、はい、はい、だライバルが GT3 って言ったのはよく言ったもんだなと、うん、はい、なんで本当に最低限の快適装備もつきつつ収納もつきつつ、まあ、走りを極めたモデルになっていると、はい、そしてあとはこの辺が、モードの切り替え、はいはい、シャーシとエンジンでしたっけ。そうです、はい、の切り替えのスイッチがついてて、あとはシフトこんな感じで、はい、ここもだからちょっとそっけない感じ、もうちょっと色気を出してもいいのかなと、うん、まあ、オプションでカーボンとかあるんで、この辺のパネル類とかはそういうのが選択できるモデルですね。ただめちゃめちゃなんかカッコつけてないのが、うん、なんかこう本当にレーシング直系のマクラーレンらしいというか、はい、こんな感じになっております。そしてあとはここ、はい、はい、ほぼ入らないですこんな感じとあと USB がタイプ A が3系統、はい、はい、こんな感じになっております。そして後ろは少しスペースがあって、これ多分バックとかはちょっと危険だと思うんですけど、ちょっと上着程度だったらこけそうなスペースがこんな感じで備わってると、はい、であとは中、先ほど紹介させていただいたこのモノセル、はいはい、このフレームが2になってるんですよね。そうです、モノセル2です。で前の世代の650とかだとモノセル1って言わないですけど普通のモノセル、はい、でそれでなんか A ピラーが外側に移動してるらしいですね。そうですね、はい、で視界がよりこう良くなってると、うん、ここよくわかりますね、こうちょっと外にこう出てきてる感じ。あ、なるほどなるほど、はい、ちょっとここが外に行って A ピラーが外に行ってると、はい、だ視界もさらに良くなってる、うん、だからマクラーレン乗ってびっくりするのはめちゃくちゃ
見やすいというか運転しやすい、運転しやすいんですよね。なんでこのバイザーとかもこう下げてもまだこう視界が、はいはい、何の車とは言わないですけど、バイザー下げるともうほぼ見えない車じゃないですかそこからするとだいぶこう使いやすい感じになってるかな、はい、そしてピラーなんかは全部スウェード調、天井もスウェード調、はい、先ほど触れたバイザーも全部スウェード調、裏側もですもんね。そうです。でちゃんとバニティもついてるって、はいはい、この車乗って何か気にすることがあるのかなってちょっと心配になりますけど、はいはい、助手席もついてるんで、その辺もついてる。そして天井全部スウェード調になってるんで、まあ、室内余計な反射がないんで、そうですね、すごいこう乗りやすさあるかなと、うん、はい、スポーツシリーズがシートの表皮は標準がレザーなので、その辺も漏れなく、そうなんですよ、スパルタンじゃなくていいですよね。はい、こんな感じの内装になっております。続いて前側のトランク見てみたいと思います。開けとけばよかった。ちょっと待って、失礼しました。そのまま開きました、はい、こんな感じに。これでかいっすよね。割と深さがありますよね。スーツケースはきついかもしれないですけど、うん、まあ、ボストンバッグだったりは全然普通に入っちゃうし、はい、まあ、この車といえばヘルメットとかも、はい、うん、余裕で入るから、はい、こんな感じだった。あとはマクラーレンといえば結構バッテリー問題。そうです。なんかの表紙で結構バッテリーが上がっちゃったりすると、うん、どうにもなんなくなっちゃう。だから本当に長期止めておくときはボンネットを絶対開けといていただいた方が。そうですね。でここにちょうど市側の充電ができるタイプがあるので、ここに差し込んでいただいて充電器チャージャーつなげていただくっていう形で充電いただければ。でもし万が一の場合もボンネットさえ開いてれば、うん、まあ、なんとかなるかなと、はい、でそれが閉じちゃってるともう本当に大変みたいですね、はい、復旧が。というわけでその辺があるんで注意していただいた方がいいかなと。こんな感じのボンネットになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、とは言っても唯一開くのがここだけなんですね。そうなんです。ここでオイルとあとクーラントだけ補充できるようになってる、はい、そうです。だ基本的に整備は気軽にできない、はい、もう全部バラす前提、うん、というわけで見えないんですけれども、一応エンジンの説明に移ると、エンジンの方が 3798cc V8 ツインターボ、はい、馬力の方が、まあ、570S ですから570馬力、トルクの方が600ニュートン、でこれがマックス328キロ出るらしいです、はい、そしてこれに組み合わせるミッションの方が7速 DCT、 そしてですね0100 3.2秒、0200 9.5秒ということで、10は数える間に200キロ出るとんでもカーになっております、はい、このエンジン、このもっと前の世代に遡るマクラーレン F1、はい、市販車の方のこのエンジンって BMW 製の12気筒だったじゃないですか。このマクラーレンになってからこのリカルドと の共同開発のエンジンなんですよね、はい、でこれが、MP4 で、復活してるんですけど、なんかそこが初のエンジン生産らしいですよ、リカルドの。でなおかつですね、このエンジンっていうのがこのエンジンありきでこの車を作ったんじゃないらしいです。航空機と同じ手順で車を全部設計して、で残ったこのエンジンのスペースにこの必要なスペックで乗せるんだったらどんなエンジンになりますかって言って出てきたのがこのエンジンらしいです。そうですね。だからもともとスペースとかも必要な馬力とかも全部指定されてて、これが製作されたと。で特にこの排気の取り回し、これちょっとカバーついてるんで見えないんですけど、こう横の排気を一回上に上げて、でなおかつここで一回合流してもう一回下に下ろして出すっていう、なるほど、めちゃくちゃ複雑なことやってるんですけど、それはこうスペース上の問題と、だとその熱源がなんかその集中して、うん、その熱によるいろんなその悪影響が出ないようにかなり工夫した取り回しで、そういう複雑なレイアウトになってるらしいです、はい、でごちゃごちゃ言ってますけど、このエンジンがなんか7000回転からもうひと伸びするようなとんでもエンジンらしいんで、これはこの後池田君に乗って、はい、7000は無理ですね確認してみたいと思います。続いて灯火類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。はい、あの久しぶりすぎて勝手がわからない そ,、ね、それはパーキング探しちゃう。乗る機会そんなないもんね。マクラーレンもないですね、そんなに。でなおかつあのこのスタイルなんでスーパーカー の, あの常識というか、うん、作法を通じるかなと思ったら、マクラーレンはマクラーレンで結構独特ですよね。独特ですね。パドルもこのシーソーだし。そうなんです。両引きできないですもんね。できないです。全部ここでやる、はい、でパーキングないないっす。ニュートラルでサイドブレーキ、はい、はい。なんであのちょっと戸惑っててもそれは普段乗らないんで勘弁してください、はい。そしてですね、復習いきましょう。650の次に出たモデルということで、割とこう650かぶってたのかな。650の次だよね。次です、はい。なんでまあいろいろ引き合いに出されるところですけど、なんと650よりかもステアリングは 3% から 5% ぐらいクイックになってるらしいです、はい。よりこのカミソリみたいなステアリングに磨きがかかってると、はい。でなおかつ650とかと違って、あの可変の空力パーツとかないんで、うん、まあ、全部このボディ形状と、あと今回のオプションのウィングで、はい、まあ、その辺がやってあると。でさらにですね、やっぱりマクラーレンって、まあ、要は MP4 が始まった時にいろいろこう急ピッチで、まあ、ラインナップ揃えて車開発があったんで、はい、なんかエンジンの細部だったりとか、まあ、あとはいろんな部品がやっぱりこうすぐ全部一から開発っていうの難しいんで、まあ、その辺を信頼性があるものをもう当てがうっていう手法を捉えたらしいです、うん。なんでまあシリンダーライナーのハット加工だったりとか、その内部の処理のコーティングだったり、あとピストンがなんかイギリスのカプリコーン製のピストン使われたりとか、あとはターボなんかはあのもう信頼性の高い三菱重工製だったりだとか、はい、まあ、あとその辺のエンジンの方式だったりだとか、まあ、その辺なんかも全部こう今まで実績があるものをいろいろ積み重ねてこの車を作り上げてるらしいです。なるほど。ただ、マクラーレン乗って全く壊れないって言ったらこれただの嘘つきになっちゃうんで、あのちょっとその辺の故障の話だったりもいろいろしながらいきたいと思います。はい、はい。これギア入れんのだけはいけるんですよね。ドライブ入れなくても。ああ、そうですよね。はい、参ります。あ、そしてリフター、はい、ちょっと待って、ね、これ押すんだっけこれ。ちょ待って、あ、失礼しました。はい、このどっちだ、はい、ウインカーレバーの下のレバーを上に上げていただいてリフターで上がると。ですね、池ちゃんいいですか。大丈夫です。カーボンセラミックがザ・カーボンセラミックっていう踏み応えです。そうなんですね、はい。マクラーレンってもちろんブースターはついてるとは思うんですけど、はい、あのブレーキのペダルのタッチもめちゃくちゃ硬いんですよね、うん。だからなんだろうな、メルセデスとか BM のカーボンセラミックみたいな感じじゃなくって、はい、メルセデスとか BM のカーボンセラミックってさ、なんか普通のスチールのローターとさ変わらず踏めるじゃん。そうですね、はい。じゃなくて本当にザ・カーボンセラミックっていう、そうです、あのアベンタとかああいうちょっとフィーリングというか、ギュッて踏まないと効かないやつ。そうですね、はい。スー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 っていっちゃうよね。そうなんですよ。レーシングカーです。一応しかもクリープもちょこっとするので、そうだから車動かすのは、だから今ブレーキ踏んでこうクリープで結構車動くんで、そうなんですね、割とそこは戸惑わないかなと、うん。ただブレーキはやっぱりちょっとこう慣れないと、うわ効かねってやっぱり感じちゃうんで。結構硬いですよね、ブレーキペダル。そうね。そしてじゃあリフター、こっちか、ん、下ですね。下、はい、ちょっと待って、ちょっと待ってもう一回奥にしてレバーを奥に、はい、下げました、はい。なんだそんなのも知らねえんかよって。知らないです、はい。まあ、そんな、いや知らないんじゃなくてこう絵だとさ難しくない？そうです。リフターの作動するレバーと、あの液晶の左側のメニューのレバーが一緒なんですよね、うん、共通なんでちょっと操作が。そして乗り出すと、うわ、バイザー使ってもめっちゃ見える。そうなんです、ちょっと結構眩しい。そしてですね、あの車を単純に動かすっていう意味で言ったらめちゃくちゃこうスムーズというか、うん、あの誰でも動かせる。そうですね、あの全然肩肘張らないで乗れます、うん。ただあの乗った瞬間に分かる、もう普通の車じゃないっていうですね、あらゆるものが全部インフォメーションとして戻ってきます。この足の動きだったりだとかボディの動きだったりだとか、
あととにかくステアリングがこの今低速それこそ40キロぐらいで走ってても、はい、あのめちゃクイック、うんですね、カートかっていうぐらい。そうなんですよ。間になんかそういう余計な機構が全く入ってないんじゃないかっていう、本当にカートみたいにこうステアリング直結されてるんじゃないかっていうぐらいすごいクイックかといって、なんかこう路面でこうすごい取られたりとかはなくって、本当にこっちからの入力に対してだけすっごいクイック、本当に1ミリ動かして1ミリ動いてるの。そうですよ、ね、って感じ。フロントのノーズがクックって動くんですよね、うんうん、でなおかつね、あの分かんのよ、なんかタイヤがこう向きが変わってんのが、僕が乗っても分かるぐらいなんで、多分これ誰が乗っても分かると思います。他のメーカーでないですもんね、こういうの。すごい路面を感じながら走れる。そもそもの視線が低すぎるんですよ、うん、かなり低いですよね、うん。なんとなくだけど、やっぱり視線低いから飛ばした時スピード感出てるんだろうけど、うん、あの全然安心して飛ばせると思う、この車だったら。ああそうですね。ニュール走ってみて。でも車硬いな。硬い。お世辞にも乗り心地はいいとは言えないです。ただこの視界すごくない？視界いいですよね。このスタイリングでちょっと想像できないよね。うん、本当この視界がいいから運転もしやすいですよね。あのさすがに911とまではいかないですけど、あの全然ランボよりかも、うん、あの視界がいい。やっぱりフロントガラスが寝てるのは感じるんですけど、全然視界がいい。でやっぱりそう言われるとこの A ピラーが外行ってるのはかなり効いてるかなっていう気がします。だってフロントフェンダー見えるもんね。見えますね、はい。ちょうど目線でこんな感じですね。あで今ですね、ちょっと油断したらカーボンセラミックがススススッと、はい、そうそう、だギュッて踏んどかないとダメ、ね、そう結構強く踏んどかないと。本当にだからカートね。そうですね。これはあのちょっとですね、今日レーシンググローブ持ってくると思ったんですけどあの忘れました。でも本当にこの車内のモノコックが、まあ、カーボンなのもそうですけど、もう本当にレーシングカーにこうレザーだったりスエード巻いてるような感じなんですよ ね。かろうじていろいろついてるっていう、まあ、レーシングカーなんて乗る機会そもそもないと思うんですけど、でも本当にこういうインフォメーションをこうダイレクトに伝われる車設計なんで、やっぱ近いですよね。すごい、だから本当に路面感じれんのよ、この中原街道のこの路面の凸凹が。なんかすごいこう乗り心地が硬いから伝わってきちゃうんじゃなくて、正確にこうステアリングだったりこのボディの硬さもあるのかな、なんかね正確にこう体に伝わってくる感じがすごいする。で今マフラーが当然ノーマルのモードなんで、はい、あのめちゃくちゃ静か、うん、ノーマルでなおかつオートマですね。これだったら深夜に車の出入りしても全然迷惑にならないレベルじゃないかなっていう、はい、ちょっともうちょっと行ったら本領発揮したいと思います。はい、だとシートは割とこう張りがあって固めのシートですけど、そうですね、あのなんだろうな、車と体が一緒に動いてる感じがあるんで、もちろんその細かいこうダダダダっていう乗り心地の悪さは体に伝わってくるんですけど、あんまり不快な感じはしないですね。そう、不快な感じはないですよね。まあこういう見た目だから、まあここまでは全然許容範囲かなっていう感じです、うん。またマクラーレンといえばこのたまにこれ動画で撮れてるんですけど、キーンっていう謎の音これ全モデル言うよね。ありますね。少なくとも僕が乗らせてもらったモデル全部この謎のキーンって音が、ミーンって。そうなんですよ、なんかちっちゃいモーターが回ってるみたいな音がします。うわー、このさ、もう少しハンドル切っただけでめちゃくちゃ楽しいの。何これ、吸い付いてるかのように動くじゃないですか。そうね、本当にね、ゲームよ。じゃあちょっと、はい、モードを変えます。モードじゃあお願いします。はい、マニュアルモードになってます、はい。あ、メーターも、おお、さすがに、はい、速っ、おー、速っ速い、速いし、タービンがすごい回ってる音がする。すげえな、これとにかく、あのターボラグがないように、あのめちゃくちゃレスポンスがいいように設計されてるらしいです。確かにターボがこうターボチャージがわーって回ってる時、結構フラットにモリモリってくるんですよね。この辺の
さ、そのターボってもう本当に昔のターボの感覚じゃないよね、うん、徐々に来るんじゃなくて、うん、やっぱ一気にこうピークのところが結構しっかりこう出てくる感じなんで、ポルシェとかもそうだけど、はい、ポルシェフェラーリもそうだけど、ここはね本当にすごい。でも車安定してたっすね。する、あの全然どちらかっちゃう感じしなくて、うん、そのまま路面蹴っ飛ばして前に進む感じ。そうっすよね、すげえ。なんだったらこうタイヤがこうグニャってなって前に進んでるの分かんじゃないかっていうくらい、うん、そのぐらいなんかすっごいダイレクト。エンジンがやっぱ後ろにあるんで、もちろん重量配分もあると思うんですけど、ちゃんとこうトラクションかかってるのすごく体で感じるんですよ、ね、確かに。かといってね、前が浮く感じ全くないのよね。ないですよね、本当にこう進んでいく感じ確かにこれだから7000回転から本領発揮っていうのもなんとなく分かります。ちょっとフェラーリとかだとフロントがちょっとこう接地感が薄れた感じ若干あると思うんですけど、うんうんうん、それはちょっとやっぱマクラーレとかないですね。だここ乗るとさ、他のメーカーの、まあ、いわゆるスパルタンって分類されてるモデルが、うん、まださらに上があるんだなっていうのを感じ取れるよね。あ、そうですね。マクラーレの中でこれが一番、まあ、ベーシックなモデルですからね、うんうん、スポーツシリーズで。アルティメントとかどうなっちゃうのっていうまあでも基本的にアルティメントシリーズはもう普通の人買えないですからね。買えないです、はい、中古車市場でもほぼ出てこないですもんね、うん、台数も少ないですし。本当に、まあ、スーパーシリーズでしたっけ、このやっぱ上のモデルなんかが結構、まあ、うちでも入庫がちょこちょこ、まあ、ロングテールの要は LT ってつくモデルだったりとか、その辺がちょこちょこ入っていますよね。じゃあ 600LT はあのスポーツシリーズなんですよね。はい、その上 の、 あの765とか720とか最近出た750とか、はい、あの辺のシリーズだったり。まあでも 600LT もだいぶスパルタンですよね。あれはやばい。これもでも今すごい走りやっぱいいなってもう肌で感じるんですけど、でも説明したようにこうグローブボックスがあってドリンクホルダーがあってって一応普段使いできる位置にいるモデルなので、うん、そこがまたすごいですよね。だから GT3 みたいな本当その辺の立ち位置の車を探してる方は一回ちょっと検討してもらいたいですよね。ああ、そうですね、そうですね、うん、確かにもうやっぱマクラーレンってまだこう市販車作り始めてから歴史が浅いので、やっぱちょこちょこトラブルってまああるんですけど、まあ、走行不能になっちゃうっていうのは正直私も聞いたことないですし、うん、よく聞くのはなんかそのオイルが漏れちゃう、あとは720で電子制御のダンパー、そのスタビの代わりついてるやつだとなんか足回りが、そうですね、ちょっとアクチュエーターのモーターとか今までちょっと720事例があったりもしたので、これに関しては機械式のスタビライザーなんで、うん、まあ、その辺の心配はないかなと。なんでちょっとまあもちろんあるんですけど、まあ、でも言っちゃうと、まあ、フェラーリもモデルによってやっぱオイル漏れもちろんありますし、うんうん、やっぱりこう、まあ、以前ちょっと FF 紹介した時も触れたんですけど、足回り例えばもうショック交換しなきゃいけないとか、やっぱ年式とか距離でも出てくるは出てくるので、まあ、そこまでこうあんまり、うん、避けて通らなくてもいいんじゃないかなっていうモデル、すごく僕は個人的には好きですし、まあ、もちろん保証も綺麗さえすれば何もこう手放しで何の心配もなく乗れる車ではないですけど、そうですね、これって付き合っていける気がするんですよね、うん、結構普通に乗ってる方も多いですし、うん、ただまあ一個言うのはやっぱまあフェラーリもランボルギーニも一緒ですけど、何かこう例えばその修理が必要とかってなった時にやっぱりその時間がどうしてもかかる、うん、部品の在庫がやっぱ国内なかったりするので、そこはやっぱりもう本国オーダーですなんて言ってそうなんです、そこに関してはもうしょうがないかなって。ただ乗ってもらうと分かるんですよね、このマクラーレンの良さって本当にこの走りの良さ。確かに、だから走るのが好きな人、走る車が好きな人、うん、もう一回乗ってもらいたいですよね。乗ってもらいたいです。気持ちよさが全然違うんで、多分そうじゃない人には全くハマらない気がするんですけどそうですね、本当にこんなに車と一緒になれる、一体になれる車ってないよね、うん、ないですね。池田君は当然のように両方ハードモードで、はい、はい、でこれモードの切り替えと有効か無効かみたいな。そうです、まずアクティブを押していただいて、あ、そうか、アクティブこっちか、アクティブを押してからモード変更っていう感じですね、はい、でこれがマニュアルボタンか、はい、はい、
だこれ切り替えただけじゃ変わらないんです。変わらないですよね、はいはい、有効無効ボタンと切り替えボタン、そうです。あとはそれぞれ ESC とマニュアルモードがついてると、はいはい、まあ、あとアイドリングストップもついてますね。これはね、いらない全くいらない。そしていつものここは、あ、意外に小回りはいけるかな。あとこの車の欠点を今僕は感じました。路肩に寄せて止められないそうです、ドアがどうしてもそうそう、だからすごい嫌なやつっていう、うん、そうほぼ道路の走行車線の真ん中で止めないと。そうなんです。車幅もありますからね、それなりに。こう歩道に柵とか植木なんかありようもんだったら普通に走行車線の真ん中で止めないと降りれない。そうなんですよね、ちょっと乗り降りは。ただドアさえ開いてしまえば本当にそのサイドシルが斜めにこう降りてきてて足入れやすかったりするんで、まあ車内にこう座り込むのはしやすい、進むのは本当に。あーシートもうちょっと下げたいね、特に助手席、うん、上げ下げと。これちょっと伝わるかなこれなんですよね。これ僕も覚えてないんですよね、スイッチ手探り。これやばいよね、どうしてこうなったっていう。これだったらドア側につけてほしかったですよね。確かに確かに、 それは正直レビューとしてここはすごく操作しづらい。そうですね。なんでメモリーをやっぱセットしておくか、まあ、正直確かにメモリーあるんで助手席もあるんですよね、うん、あるです。1、2あるんで。だからこのパワーシートだとどうしてもこれが操作しづらいかな。確かに。よし、じゃあ参ります。逆に LT とかのシリーズだともう手動なんで、あのフルバケなんで。ああ、そっかそっか。そっちの方がまあ確かに楽は楽ですよね。ロングテール、はい。うわー、いいな。視線めちゃくちゃ低いね。めっちゃ低いんです。助手席メーターフードがないからより低く感じるよだって隣のフィアットがめちゃくちゃこう高く感じるもん。高いです。だいたい普通の車のナンバープレートよりちょい下ぐらいに下手した目線が来てるんですね。そうね、そうね。こんな感じ。普通の車多分もっともっとだよ、うん。結局車高が1200ちょうどですよね。だドライバーの目線で言ったら1メーター。そうね、座り込むからね。1メーターぐらいですよね、多分。ちなみに今モードは両方スパルタの感じですけど、まあまあ僕は寝られます。まあ女性とかはちょっとね。そうですね。これだと。すげえ。速っ。7速 DCT。シフトのショックがまずすごく少ないのと、あの変速しても速度がぐいぐい上がっていく。全てがダイレクトだよね。ダイレクトです、本当に。速いや、変速、なんかそのロスを考えなくていい。そうですね、そうですね。全部ステアリングの操作もアクセルのそのレスポンスも、うん、なんかそのシフトもなんかそこを考えて別に先に操作する必要もないし。ないですね。これブレーキもそうですね、本当にブレーキも同じで、確かに慣れないとこれ結構強く踏んでないとやっぱクリープで進んじゃったらあれじゃないですか。でもブレーキのタッチとかは本当にミリ単位で踏んでる分だけ車がこう制動も変わるんで、全部がリニアですよね本当に。それ言ったら今のその車ってブースターがその優秀なのと、初期制動がきつすぎるんだよね。ちょっと踏めば特に欧州車。そうですね。これ本当に緩めるのも本当に。だからそこ慣れてるとそのあれってこうちょっとしっかり踏んでないとスススって感じですけど。そうですね。ちょっと特にクリップがあるから余計そう感じるんですけど。停車中はちょっとできればニュートラルに入れたいぐらい。確かに。クリープもしっかりあるんですからね。そうなんですよね。なんとなくじゃなくて。これトロトロ走る車じゃないな。でもいやだからマクラーレン今めちゃくちゃいい時期だなと思うの。なんかいや車本当そうですよね。でこの辺も確かに価格帯的にまあ他も見たくなっちゃう価格帯にいるんですけど、
ぜひちょっとやっぱ検討の一つとして入れてもらいたいなって思うんですよね。このポテンシャルがこの逆に価格帯で手に入る。いや本当にそう思う。ちょっとかなりお買い得じゃないかなっていう。まあ今為替の影響もあるのか、まあいろいろ装備が増えてるのもあるのか、新車の値上がりがえぐいじゃない。そうなんですよ。車種名は言えないですけど、そんなにすんのっていう車が、そう考えたら1000万円2000万円しないぐらいでこれが買えるって、まだまだやっぱり魅力的な車ってあるんだな。いやそうですね。だからこれと同じような例えばそのエンジン出力だったりとか車のポテンシャルを他のメーカーで求めようとするともう全然価格帯やっぱ変わっちゃうんで、うん、確かに結構その辺はいいと思うんですけどね。いやすごい。でも本当にキャラクターがマクラーレンはもうマクラーレンだぞっていうキャラクターがしっかり出てるっすね。他のメーカーにはない乗り味だし、だからエンジンも組み立ても絶対イギリス以外でやらないっていう。マクラーレンの工場すごいですよね。あ、そうなんだ。 YouTube の動画でたまに見るんですけど、コストで考えたら、うおい、これやばいね。なるほどなるほど。ちょっとタイヤがこれじゃねえなっていうのをちょっと感じた。そうですね。確かに、7000からでも全然来るっす。7000からでももうこう、なんていうんですか、頭の違い、まだあるぞっていう。そうでもトルクの 80% は2000回転から出ちゃうんだって。あー、そう。だからこの加速力というか、2000回転までにトルクの 80% ぐらい到達しちゃうんで、だからどこから踏んでも速い。これはそうですね、本当に速い。カメラだこれ1台でっていうのはやっぱり厳しいかな。これともう一台 SUV とか、まあ、セダンとか、まあ、完全に趣味の車として。そうですね、一台はちょっと成り立たない気もしますね。まあでも気合があれば全然。うん、まあまあまあ、まあ何でもいけるっちゃいけますけど。すげえ路面の細かい振動がちゃんとこう伝わってくるんですね。伝わってくるよね。あとさ、この路面の凹凸が伝わってきちゃってんじゃなくて、そうですね、こうちゃんと戻してんのよ。まあでもこれはもう意図的にやっぱこういう作りにしてるんだなっていう感じですよね、本当に。あとスタビが柔らかいからなのか、なんかその左右がちゃんとこう動いてる感じがあるというか、うんうん、足はしっかり動いてるですよね。なんかこう変に突っ張ってる感じはなく、結局そのスタビって硬くすればするほどロールもしなくなるけど、結局あれって左右差なくす部品なんで、硬いスタビ入れると結局左右が同じ動きしかしなくなっちゃうんですよね。足が仕事しなくなっちゃうんですからね。すごい。でも剛性高っ。すごいよね。ミシミシとも言わないもんね。これすごいっすね。でちなみに650は外装カーボン対応されてたのが、そうです、570になってアルミ対応の、はいはい、なってると。ただその骨格の部分は同じようにこのバスタブの、うん、カーボンのフレームなんて、ね、モノセル2なんて、なんかカーペットとかレザーがもったいないぐらいですね。抜き出してもいいぐらいな。まあでもそうするとコンセプトから外れちゃう、ね、外れちゃうと思うんで。だもっとこれで十分スパルタンだけど、もっとスパルタンなのがいい人は、まあ、600LT 行ってもらったりとか、そうですね、バックしてもらって650乗ってもらったりとか、でまだもっと速いのがいいっていう人は、まあ、スーパーシリーズ、はいはい、行っていただくのがいいのかなって。でもそれでも全部満足できない人はもうアルティメットシリーズ。どっちにしても全部スパルタン。あと動きがやっぱいいっすよね、本当に。車がもう素直に動くんで、そこがすごくいい。ただそれは僕とか池ちゃんみたいに走るのが好きな人の、そうです、いいであって。だから僕らみたいな人種はマクラーレンすごくハマる。そうね、そうね。いやこんなにスパルタンじゃなくていいよっていう人が多分圧倒的なんだろうけど。そうなんですよね。うわい、どっからでも来る。早い。いやでも走りたいよね。すごい走りたい。でもワインディングとか。こんな見た目してるんですけど、本当にこう視界も良くて乗りやすいから、こう、そう、慣れるのに時間が、びっくりよね。そう、慣れるのに時間がかかるっていう感じの車ではないと思うんで。本当にね、フロントガラスの傾斜以外はクーペだね。うん。本当にクーペ。すごく乗り
まあクーペなんですけど、普通のなんていうのスポーツカーのクーペっていう、そう、なんかドアが上に開く車にしては、うんうん、全然乗りやすいです。またやっぱ速度域上がると少し、なんだろう、あんまりこの路面からのインフォメーションも気にならないかな。ああ、多分想定してる速度域はもっと全然ぐらいなんだろうね。ですね。だ一回これ300キロ出してみたいよね。どうなるのか。アウトバーに持ってくるしかないですね。うん。白沢テストセンターがあるよ。そうですね。でもこの空力だったらもう本当に怖くはないんでしょうね。え、でもどうなのかな、 MSO のこのウィングってどこまで効くんだろうね。なくても成立するように設計されてるわけじゃん、はいはいはい、よりリアの接地感が増すってことなのかな。まあそうじゃないですか。そうでしょう。だからこれ2セットでなんか前が変わるとか後ろのどこが変わるとかないわけじゃん、うん、単純にオンされるだけじゃん。そうですね。でもちょうど570とかもあるんですけど、なんて市販のレーシングカー GT4 とか、うん、その辺のレーシングカーもこれぐらいの羽根ですよね、うんうん、絶対高っけーよね。そうですね。いいなー。でも久しぶりにマクラーレンのモデル乗ったんで、なんか改めてすごいいいなと思いますね。じゃあ最後になりますけど、はい、やっぱり走りですね。はい、もう走りが全て勝負してくれる車です。何年経っても色褪せないっていうのを確信しました、はい、でさらに今回ご紹介させていただいたんですけど、はい、あの時期がぴったりなんですよね、はい、っていうのはなんと年内まで決算フェアということで、当社12月が決算です、ね、そうです、はい、ということで販売の際に下取りさせていただくと特別金利がご利用いただけると、はい、結構大胆な金利になってます。特にこのあたりの価格帯だと結構大きいところだと思うので、はい、なんで、まあ、その辺ご利用いただくとさらにお求めやすくもなるんで、かなりおすすめになるんじゃないかなと思います、はい、そしてさらに対象車両っていうのがあって、はい、そちらの車両だと漏れなく特別金利、はい、でなおかつご納車費用もサービス。そうです。これ北海道とか九州でも OK ですよね。そうです、対象車種であれば。北海道とか九州になるとご納車費用も、まあ、陸送代になるんで、なかなかな金額に本来だったらそう数万円じゃ済まないのでですよね、はい、その辺がなんと対象車種だとサービスになると思いますので、はい、その辺もぜひチェックしてみてください。というわけで今回はマクラーレン 570S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。